ロイター通信通信社とは、報道機関や民間企業の需要に応えて、一般向けニュースや経済、金融情報の収集、配信を行う組織である。国際連合教育科学文化機関は、通信社を国内通信社、国際通信社、専門通信社に類別している。国際通信社は、世界100カ国以上に支社局があり、24時間。 活動し、1日数十万号、収集、数百万号を配信する、100カ国以上の新聞、放送、通信など、数千の顧客に記事を配信する、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ロシア語、アラビア語など多言語で配信する組織と定義している。設立形態や営利を目的とした、会社法人と報道機関が共同出資した組合法人、 韓国営企業の外観を備えた国家機関に3分できる。通信社の一般ニュース配信には莫大な資金が必要とされ、UPI 通信社の破綻や時事通信社の経営不振が象徴する。要、民間通信社の経営は難しく、AP 通信や AFP、共同通信社など複数機関が出資する、組合通信社や中国の進化社、 ロシアのイタルタス通信などの国営通信社は経営が安定する傾向にある。ただし国家の宣伝機関である新華社やイタルタスが発信するニュースを世界各地の通信社、新聞社の外信デスクがどのように捉えているかは別問題である。ロイターやブルームバーグのような民間通信社は一般向けニュース配信から経済、 金融などの専門情報を配信する方向へシフトしている。外国のニュースなどを独自に購入したり外国に特派員を派遣する費用を負担できない新聞社を支えるものとして通信社は生まれ多数の報道機関に採用されていくにつれ報道全体への影響力を増した。この経済的理由から需要側のマスコミと供給側の通信社の関係が存在する。 逆に言えば、通信社が内心、うち外新を維持していくためには、報道機関の支えが必要である。多くの新聞社は費用を分担して運営する、新聞組合主義の通信社に加盟しているが、特殊な分野では独立系通信社も存在する。マスコミは、政治的、地理的な理由からも、通信社と契約している。ただし、報道機関は、営利企業であり、 資本の蓄積、拡大を宿命として抱え、ニュース情報も一元集中させようとする動きが、特に大新聞の過去の歴史上から見て取れる。つまり、新聞と通信社は互いに依存しながら、潜在的に敵であるという複雑な関係にあり、これが新聞人や通信事業経営者を主役とした、いくつかの事件を生んできた。中央市と地方市の販売部数競争においても、 地方紙の使用名を提供する通信社の役割は重要であるが多くの新聞の紙面に特色が薄れた現在また新たなドラマを生む土壌が醸成されつつあるテレビ番組や新聞紙面の外信が通信社の配給ニュースから構成されることなどからニュースの卸問屋と呼ばれる場合がある世界のニュースを収集するインカミングだけでなく報道機関が取材したニュースを世界に発信する アウト・ゴーイングも果たすが、日本に限って言えば、国内の通信社でなく、日本国外の通信社と新聞社が役割を担っている。著名人や有名人を招聘している、外国人記者クラブは、この象徴と言える。日本の通信社は1940年代に、国策通信社、同盟通信社がほぼ、アジアを制覇、日本国外にも、満州国通信社。 盲協通信社を置き中国、ヨーロッパにも日本の目と耳となる特派員が情報網を形成している。同盟は7大通信社の一角を占め、ロイター、AP 通信とも互角に勝負ができる大通信社を形成したが、第二次世界大戦後、古野伊之助は同盟を分割。ここに政治や社会、国際ニュースを扱い、 社団法人の形態を取る共同通信社と、経済ニュースと出版を手掛け株式会社の形態を取る時事通信社の2社が誕生した。当初、両社は業務を積み分けていたものの、すぐに互いの分野に参入し、現在では両社は競合関係にある。ただ、共同は地方紙などの加盟者から定期的、継続的な収入を得て経営が、 比較的安定しているのに対して、知事は得意の経済分野では、関連会社、クイックを通じて、金融情報サービスを提供する、日本経済新聞に、事業法人や、金融機関などの顧客を大幅に奪われ、さらにロイターや、ブルームバーグなど外資系とも競合するようになり、収益は悪化し、苦しい経営の舵取りを強いられている。 なお、兵庫県南部地震において両者は協力して取材に当たった。日本の通信社は特に地方紙においてその役割が大きく国内の政治、経済、スポーツ、世界の通信社からのニュース等を地方の新聞社、放送局等に配信する役割を担っている。また、加盟者が取材したニュースを他の加盟者へ配信する。 さらに船舶などへのニュース配信業務などを行う。特にデジタルネットワークを駆使し、わずか10分間で4色の写真原版を送信してしまう光ファイバーによる写真伝送システムを1988年に完成させ、地方紙でもソウルオリンピックや米国ジェット推進研究所からの写真を夕刊、翌朝の新聞に掲載可能とするなど最新かつ、 高度な通信設備、デジタル画像処理技術を持っている。また、NTT の光ファイバーが各都道府県に早期に到達した際、最初のユーザーとなったのも通信者である。なお現在の日本において事実上の国営通信者といえるのは外務省の外閣団体出身で一般財団法人の形をとるラジオプレスである。アメリカ合衆国では、 発生ものなどのストレートニュースは可能な限り通信者に依存し、新聞社は分析や批評記事といったジャーナリズムに特化するという役割分担がなされている。アメリカ合衆国だけでなくヨーロッパやアジアでもそうである。世界では通信記者と新聞記者はカメラマンと記者くらい感覚の違う職業と捉えられている。アメリカ合衆国では事件、 事故の取材は通信社の役割のため日本のように何十人もの新聞社記者が動員されるのはアメリカ同時多発テロ事件のような未曽有の事件、事故くらいである。よって大人数の報道関係者が取材対象者、対象地域に押しかけて迷惑をかけるメディアスクラムは起こりにくい。このためアメリカ合衆国の新聞社は日本より少ない記者で連日通常版で 約100ページ、日曜版で300ページを超える新聞を制作することが可能なのである。欧米の使用紙の場合、分析を明確にするため、配信記事には配信した通信者のクレジットが付されるのが一般的である。これに対して、日本では沖縄県を除き、配信記事であることを示すクレジットを表記することは稀である。その理由は、 地方紙の場合クレジットの有無により、購買数の増減が顕著に現れてしまう関係で、クレジットが外されている場合がある。例えば、共同通信社の定換試行催促第10条によれば、共同通信社が配信した記事を社員が、新聞、有線無線を通じて供給する場合には、共同通信のクレジットを付けないといけません。と規定がある。しかし、 現在の配信記事を提供されている地方紙に至っては、この規定は遵守されていない。それにもかかわらず、配信元のクレジット表記がないため一般読者から、すると、あたかも配信先が独自に取材、制作した記事に見えてしまう。これは、日本独自の観光であり、通信者側も黙認していることではあるが、クレジットが本来追っている、はずの分析が曖昧となり、 問題が生じたとき、例えば通信社が誤報を配信したときの責任の所在が不明確になるという弊害がある。2001年に発生した東京女子医大事件で起訴され、最終的に無罪となった医師が、当時事件を報道した共同通信社とその記事の配信を受けた地方三市に対する損害賠償請求訴訟で、この分析問題は一躍脚光を浴びることとなった。 特に、東京地裁の一審判決では、配信を受けた、地方三種がクレジットを付けず、自社記事の定裁を取っていたこともあり、賠償責任を認めた。里見治ニュースエージェンシー、同盟通信社の公房中央公論審者、中高審書、2000年、2から3ページ。ISBN4 から12から10万1557から、6。 A.B.C. ウエスギジャーナリズム崩壊検討者、検討者新書、初版、22から24ページ。ISBN 9長7843億449884。2008年11月24日閲覧。地方紙では、全記事の5から6割が、配信記事である。参考、平成21万2057損害。 賠償請求事件判決文。最高裁判所。2011年8月5日閲覧。共同通信社、共同通信と三死提訴女子医大事件無罪の医師。47ニュース。2013年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月27日閲覧。配信を受けた側の賠償責任についてはその後の交際。 最高裁により否定されている判例検索システム検索結果詳細画面最高裁判所2011年7月27日閲覧ありがとうございます。